おはようございます。今日はオアフ島ですね。でここで、今日はボーンフィッシュを釣りに来ました。であいにくの、天気でちょっと厳しそうです。で今もうガイドが来てて今から出船という感じです。綺麗な港ですね。天気が良ければね、すごく良かったんですけど、あいにくの雨です。ちょっと一本取れればね、いいぐらいの感じで頑張っていきたいと思いますので、じゃあ始まります。水もすっごい綺麗ですね。澄んでます。でこれが日が照ってくるとすごい見やすくなるんですけどね。ちょっとまだ今の状況だとまだ朝早いっていうのもあると思うんですけどね。で今日狙う、ボーンフィッシュですけど、ちょっとどちらかというと南国系の、魚で、比較的浅瀬にいる魚ですね。で日本にも黒潮の影響を受けているところに関しては四国、沖縄ぐらいから四国ぐらいまでは生息してるらしいんですよ。ただ数が少ないんで狙って釣るっていうのはちょっとなかなか難しい魚で、こういうそのハワイとかあと中米ですかね、ああいうところに専門で狙って、釣ってる人がいるみたいです。でフライフィッシングが、やってる人が結構人気みたいなんですけど、僕今日はフライやらないんでルアーでやっていきます。で、そうですね、結構その浅瀬で、神出鬼没、シャローゴーストなんて言われてる、魚です。でこの釣りが面白いのは、浅瀬で、サイトでね魚を見つけてその泳いでいく進行方向にルアーとか餌投げて、バイトを取っていくっていうのと、そういうなんていうかなハンティング性がすごく強い、釣りで、もう一つは、バイトしてかかった後、ものすごいスピードで走るらしいですね。だからそれをジェットランっていうみたいなんですけど、それが味わえれば、よしという感じで、今日はやっていこうかなというところです。今、ボードが出ましたね。比較的小さいボードですけど、ボートの後ろに、サイトで見つけていくっていう感じみたいです。とりあえずね、雨は今ちょっと小降りになりましたんで、これが完全に止んで晴れ間が差すと非常に、なんていうかな、泳いでるところにこう背びれが見えるらしくて、その背びれを見つけて、進行方向を予測して正確にキャストするという感じですね。僕が一番苦手とする釣りなんですけど、せっかく今日、ハワイに仕事で来たんでちょっと挑戦してみようということで一日休みいただいてやってます。なんといっても日本はね今もうどんどん寒くなってる中で、こっちまだ昨日まではねすごく天気も良くて暖かかったんで、暖かいっていうより暑かったですね。もう汗だくになりました。昨日まではちゃんと僕もこっちで仕事しましたんで、今日一匹釣って無事帰りたいと思います。じゃあ頑張ります。
で、ボンフィッシュ、あ、もうだいぶね、そこが見えるようになってきましたね、浅瀬なんですけど。で、ただね、ちょっとまだね、立ち込むには、潮が引いてないんで、ここで、餌撒いたりして、ちょっと魚を寄せようっていう感じになっています。で、今回、まあ、一応、餌と、ワーム、使って釣ろうかと思ってるんですけど、非常にやっぱね、今もね、繊細な魚だって彼は言うんで、PE はこれ、3号かな。で、リーダー20ポンドを、ちょっと太すぎるっていうんで、今12に、変えてます。で、フックは、まあ、ちょっと結構細めのやつを用意して、まあ、ジグもね、非常に、着水音で逃げちゃうらしくて、ものすごく軽い、0.6 グラムのジグを中心に使っていきます。で、これ味用ですけどね。で、まあ、ワームは、このチヌ用の、まあ、エビとかね、シャコを、食べてるみたいで、地中の。で、それを似せた、ワームを使います。っていう感じかな。まず、とりあえずはね、餌で1本、釣れればというところで、やってますけど、イカがまだ凍ってんのかな。で、ボンフィッシュなんですけど、こういうその地中の、なんていうかな、シャコとか、カニとかを、まあ、口がね、下についてるんで、まあ、後でね、釣れればちょっとお見せしますけど、で、その下についてるっていうんで、なんていうかな、海底の、まあ、そういったイカとかね、甲殻類、こういうのを食べてるみたいですね。で、まあ、比較的ね、これね、ウナギとか、ニシンとかの、に近い魚で、なんていうかな、レプトキュアルスかなっていう、その、幼魚の時に、透明で平べったい、その、形状をしてるみたいで、比較的、原始的なね、特徴を持った魚みたいですね。とりあえずね、運よくね、雨止んで、日が差してきたんで、ちょっと嬉しいです。投資するかと思いましたけど。じゃあ、とりあえず、まずは餌釣りからやってみたいと思います。OK、じゃあ、行きます。で、今日、使用する、竿が、まだこれ発売されてないのかな、フィンチのカナリア 76M ですね。で、スピニング仕様です。まあ、とりあえずね、これでジェットランを味わいたいところですね、今日ね。Bluefin trevally. Yeah. Okay. All right. Yeah, 霞味でしたね。何かかかりましたね。あ、これフグか。
あー、ネズミフグだな。Trick with these guys, if you sing a song or say talk to them nice, they don't put the thing to you. So, say nice things, yeah, and you can lift them right up nice and easy. これあの日本で言う多分ネズミ風の。You want to do? You want to get your camera ready? Then I can take the photo for you if you want to. Okay.Look, he came right back at you. Oh, what? Keep it on the rod. There you go. Good job. Good job. Okay. Can I take a movie? Yes. これがボンフィッシュですね。結構いいサイズ。あ、すげえ綺麗ですね。まあ餌ですけど、とりあえず一本釣れました。So, you like hold on? Yeah, yeah. Please wait.At first, I just want to take a photo. Okay. Movie and photo. すごい綺麗な魚ですね。で、やっぱり口が下についてて、
まあまあ思ったほどではないね。ウグイみたいな感じで、どちらかというと下向きについてる感じで、鱗は全体的にキラキラで、で、尾ひれがね、やっぱりね、すごいやっぱり遊泳能力が高い魚、独特の形してます。釣れましたね、とりあえず。よかった。え、いや、OK。 じゃあ、元気に戻っていただこうかな。 What do you think? How many lengths? That's 24 inches. Ah, yeah. So about 5 pounds. 2.5 kilo. Uh-huh. 5 pounds. Yeah. All right, very good. Yeah. Good job fighting. Yeah. Very good angling. All right, let's go get another one. If we can get another one, big one. 褒められました。なかなかいいファイトだったと。なかなか褒められることがないんで、ちょっと嬉しい。よかった、ハワイ来て。とりあえず、まあ、餌だけど、ね、1匹釣れて、でこれから、潮も引いてきて、浅瀬がどんどん出てくるんで、まあ、そこをサイトフィッシングでやっていきたいと思います。とりあえずその言われてるジェットランっていうのを体感できたのがすごい嬉しい。で、早かったね、とりあえず。うん、めちゃくちゃ早かった。で、今まで、まあね、淡水なんだけれども、まあ、強い引きを見せる淡水魚っていうと、パプアンバスとか、あとゴールデンマシールっていうんだけどね。で、パプアンバスは僕はめちゃくちゃちっちゃいのしか釣ってないんで、なんとも言えないけど、ゴールデンマシールに比べると、力強さっていうかね、やっぱね、スピードがやっぱ段違いに速いね。で、そこがちょっと体感できて、まずは来てよかった的にはなりました。まあ、ちょっとまだ比較的風は強いけど、この調子でまたもう一本ね、ルアーで釣らないと、やっぱり塾は釣りが下手だなっていう風に言われちゃうんで、頑張ってルアーで釣りたいと思います。とりあえず風がめちゃくちゃ強くて、シャローでね、本来だったらゲーム性の高いそのこうサイトで見つけて、まあ、進行方向にワームを落として誘って釣っていくっていう釣り方がしたいんだけど、すごい風が強くてね、相当軽いジグを投げなきゃいけないんだけど、これだとちょっと投げれないっていうのが一つと、あとはその波立っててボンフィッシュ自体が見えないですね。その辺があるんで、まだちょっと今のところとりあえずイカ使って狙っていこうかっていう感じです。ちょっとね、コンディションがちょっと非常に悪くて厳しい感じだね。で、まあ、とりあえずそんな中でね、カスミアジ、ブルーフィントレバリーと、ネズミフグだと思うんだけど、まあ、東京あたりだと伊豆七島なんかで僕釣ったことある、フグが1匹で、ボンフィッシュが、まあ、アベレージサイズだと思うんだけど1匹釣れてるんで、今のところは、いい感じで進んでる。状況はあんまりね、良くないんだけど、とりあえず釣果はぼちぼちっていう感じかな。ちょっとまたここで一本取りたいと思うんで、キャストしてみます。We got a little baby bonefish. Very little. Very cute. Oh, so cute. Okay. Little guy. Okay.
でね、この海岸沿いにこう落ちてる、これがマングローブの種だって彼は言ってますね。すごいね、たくさん落ちてます、これが。あ、カニを拾ってきてくれました。うん、ナイス。You can try to use the bait for a little bit if you want. で、最初のね、朝釣ったあたり、あの結構マングローブの林になってる。まあ、あの辺かな。あの辺がマングローブの林になってるんだけど、そこからあのこの種がこう流れ着いてるみたいですね。これはすっごい無数に落ちてます。これがまたどん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 生えてマングローブが増えていくような感じになるんですよね。これもすごい落ちてますね。ここね、中洲になると思うんだけどね、すごい綺麗だね。でこう 裏に行くと、今彼がカニ拾いに行ったけど、あ、カニを多分餌にするんだね。あ、ちょっとガツゴツゴツしてて、でここはヨットハーバーになってるね。うお、すごい数のヨットが止まってます。いや、こういうね、ヨットが持てるぐらい金持ちになるといいんですけどね、なかなか。Hammerhead, yeah. Scallop, hammerhead. Yeah. So in Hawaii, what kind of hammerhead? Greater hammerhead, scallop hammerhead. Scallop hammerhead, smaller, come in shallower water. I see. Right? Wow. Okay. Good job. Okay. Yeah. 最後、あのサメが、あのハンマーヘッドでしたね。で、なんかハワイに2種類いる、ハンマーヘッドのうちの1種類。ちょっとあのカメラ今倒れちゃいましたけど、それが今かかって、で最後ね、あのエンジンに巻かれて切れました。まあこれで今日は終了です。まあちょっと残念だったけど最後ね、まあ悪いコンディションの中でちょっとねベストは尽くせたかなっていう感じで、まあ今度ね、機会があったらやっぱね、マングローブ周りの人とか入ってサイトでぜひ撮ってみたいね。まあ楽しかった。